どうも、ジンタンです。今からミナバリの続きやっていきます。おひらを助けに行きましょう。おひらはどこじゃ。ゴー行くぜ。こっちからは学校行けるけど、確かカグマは学校に住んでるのよね。なら、ヒナが襲われた場所もさらわれたか場所も学校かも。学校行きますか。行かない。可能性低いだろうけど、一応他の場所も探して。はい、じゃあセーブしたいっす。ごめん、セーブしたいっす。死ぬかもしれんし、行きましょう。行く。ヒナ、すぐに助けるからね。でかい。ネネちゃんも普通にでかいんだよな。87センチ、バスト、感度59。お、あ、寝てる。のんきなもんだぜ、俺がこんだけ必死に。お、動かないのです。あ、起きたね。でかい。ラスボス、さすが魔乳高校生は違うな。玉あげたな。あれ、ここは私一体どうして。私は確かネネちゃんと駅で。そうだ、ネネちゃんはでかい。だって取れそうだもんね。ブルンってしたら取れそう。なんか手でブルンってしたら取れないから、採取できそう。作物みたいな。大きく実ったの。どうしたの。でも、ああ、はい。よかった。気がついたのね。ちょっと強く打ちすぎたかもって心配してたのよ。なんか前回あれだね、鉄筋コンクリートみたいなやつでゴスンやられたよね。お前忘れていけないんだよみたいな。トスンって首筋を。あなたは駅で会った。そう、私があなたを駅からここへ連れてきたの。ここは村の学校の保健室。学校は、私の家代わりに使ってるから遠慮なくくつろいで。でかいな、でかいな。ちなみに俺カグマが一番タイプです。エロいんで。見ついでる暇なん、くつろいでる暇なんてありません。見つぐか。私、駅にネネちゃんのところへ戻らなきゃ。見つぎたいけど。いた。あ、こらこら、ダメよ。あなた、足を怪我してるんだから。安静にしなきゃ。見つぐに見えたんだよな。一応、手当てはしたけど、その様子だと、歩くどころか、立ち上がることもできないわ。だから、あなた、お名前は？おひなです。鴨川おひなです。マリー高校生です。ふーん、じゃあおひな、あなたは足が治るまでここで寝ていなさい。その代わり、ここにいる間は私が何でもしてあげるから。ん、今何でもするって。気分悪くない？喉乾いてない？お腹は？足の痛いのは平気？何か困ったことがあったらすぐに言ってね。ムラムラしますムラムラします。おたえさん、あなたを見てると何でもですか？うん、何でも。なら、私をさっきの駅へ連れてってください。これはたまげたな。一本取られたぜ。それはダメ。嘘つき。え？おひなは、この部屋から出たらダメ。絶対に外には出さないわ。嘘つきだ。外に出て、万が一逃げられたり、怪我されたり、たとえ死なれてでもしたら困っちゃう。やっぱ読めないや。だって、あなたの体は私がもらうんだもん。私の体をもらう？そうよ、私の能力であなたの体を乗っ取るの。能力？全然意味がわかりません。あれ、私のことは奴らから聞いてたんでしょ？私の能力までは言ってなかったの？そもそも、私は奴らさんですか？その方には会ったことないです。そうだっけか。会ったのはネネちゃん。私と一緒にいた友達で、私はネネちゃんからその話を聞いただけで。あ、なんだ、そうだったんだ。まあいいか。なら教えてあげる。優しい。アホ毛がありますね、アホ毛が。私はカグマ。この世界を作り出したオヌ、いわゆる化け物ね。この子のね、本当の姿はね、でっかいクマです。赤い、燃えるような炎のようなクマです。私には物体を移動させる力がある。ちょっとあっちの花瓶を見てて。ほうほう？そんなオカルトありえません。お、この能力普通に欲しいよな。普通に欲しいんだが、この能力。こんな風にゆっくりと花瓶を移動させたり。手荒いな。高速で移動させて壁にぶつけたり。何それ。移動するまでの過程を省略し、瞬間移動させることもできちゃうの。横にあったやつか。なるほど。この能力は自分以外の生き物には使用できない。その代わり、自分の体に限り。これね、超便利。これ
ほら、この、このアヘ顔は何回見ても、目とは、目とか腕とか体の一部分だけを移動させることもできる。だからね、おっぱいもね、取れるんですよね。片方くんないかな。おっぱいミサイルもできるってことですね。わわわ、楽しそうだな。ただ、この力は自分の視界の届く範囲内でしか使えない。だけど見ての通り、私は片目がないの。ないですね。前にちょっと油断して、キモドロ野郎に潰されたせいでね。南宋宝さんね。私の能力は目がないとほとんど使えない。今の片目しかない状態ってものすごく不便なのよ。ああ、だから欲しいのか、体が。もともとこの体は私のものじゃない。違うの？これも奪ったものだから、ずっと新しい体に乗り換えたいと思ってた。前から思ってたのならどうしてそうしなかったんですか？今のその体も他人から奪ったものってことは、あなたは自由に人の体を乗っ取ることができるってことですよね。鋭い。さすが魔乳。この使いに人間を引き入れてるって話は聞きました。なら体を取り替える機会はいくらでもあったんじゃないですか？それがそうじゃないんだろうな。そうじゃないんだよな。そんな単純な話じゃないのよ。生き物にはね、魂魄というものが宿っていて、その2つがあって命は保たれる。ふむふむ。体を乗り換えるのは、魂を持っていない吐くだけの肉体に私の魂を移動させ結びつけ、新たな魂魄にすること。自分の体なら一部分だけを移動させられるのはさっき見せたでしょ。同じように自分のなら魂さえも移動させられる。超便利だな。でもね、人間に限らず生き物には初めから魂魄がセットで宿ってる。これじゃあ私が人間の中に魂を移動させようとしても入る隙がどこにもないから、さっき壁にぶつけた花瓶と同じ結果になっちゃうの。弾けて混ざるの。元からある邪魔な魂を追い出そうにも私の能力は生き物には使えないし、ましてや一部分だけの移動は自分にしかできない。私が体を乗り換えるには私の魂が入るためのスペースが必要なの。空きのない場所に物を入れることはできないでしょ。せやね。設定がよく練られてる。おお、ちゃんと戻すんですね。シュポン。でもそのスペースがないんですよね。だったら人の体を乗っ取るなんて結局できないんじゃないですか。ふふ、おひな、駅で穴の開いた木の人形を見せてくれたじゃない。あれがなんだかおひなは知ってる。なこの顔すごいエロいですね。ほっぺたを染めるんじゃない、かわいい。おじいちゃんからもらったお守り、悪いものから守ってくれるお守りだって言ってたね。あれはね、ずっとずっと昔、ヨツラが人間を憐れんで貸したお守りなの。やっぱヨツラちゃんが作ったんだ。ヨツラさんが？あれ、でも、あのお守りを渡したのって、魂欠乏症っていう、障害がある。コンパクには、三魂七魄の数があるんだけど、その魂の数が欠乏している症状を言うの。障害ね。軽度の土地ではね、先天性の、魂欠乏症を患った子が生まれる可能性が他の地域よりずっと多い。その理由は何かあるのかな。まあ多いなんて大げさに言っても、元から 0.00 何パーセントなんで確率が2倍3倍になったところで大して変わらないんだけどね。そうなの？そういうそんな確率なんだ。この土地では薄れ人なんて呼び方をするのよね。でその魂の少ない子を、悪いものに疲れやすい体質になるの。見かねたヨツラは薄れ人の子供を守るために仕掛けを施したお守りを人間に与えた。なんか送り人みたいな感じですね。五感が。人形の真ん中に開いた穴はね、ヨツラの持つ本体の人形への絵とつながる通路の入り口。悪いものだけが強制的にヨツラの元へ落っこちちゃう。マジで？あれですか、ハンターハンターでいうところの、ネテロ会長を、ノブ先生の力ですね。わかるかな？ちょっと説明ができなかった。どんどん送ってええぞいっていう。わからない方はハンターハンター参照で。そして、あの子は、怨霊や斧を閉じ込める力がある。送られてくる悪いものは、みんなヨツラが始末してくれるって仕組みなの。ノブさんの能力でしょ、だってあれ。落とし穴に落として、自分のハイド&シークだっけ、空間に落とすって。薄れ人、魂が欠乏している、雑談が過ぎる。あ、気づいたよね。その通り、魂が足りないってことは、私の魂が入る隙間があるってこと。そして、私の魂が入っている肉体は、私の体として扱うことができるの。ほんの少しでも魂が入れば、その体で、霊の一部分だけの移動する力も使える。
そうなのか。あとはもう簡単。残っている邪魔な魂を外へ追い出し、吐くだけとなった体に私の魂を全部移動させれば、晴れて体を乗っ取ることができるの。追い出された元の魂の方は無酸素じゃなくなっちゃう。つまり死んじゃうんだけどね。恐ろしい。ここの守りは薄れ人が持たされるもの。じゃあ私は。あなたは薄れ人、魂の足りてない人間。駅で試したけど間違いなく私の魂が入れたわ。だからこそあなたに能力を使えたの。あなたの体なら私は乗っ取ることができる。恐ろしいことをつらつらと説明していくよね。はあ。だからあなたの体は私にとって大事な宝物なの。うっかり殺しちゃうところだったけど、足を怪我した程度で本当によかった。その程度の傷なら 1,2 週間安静にしてれば完治するわ。その間外へ出る以外ならあなたのお願い何でも聞いて尽くしちゃう。何でもわがまま言っていいわよ。いいな。何か食べたいものはある？私が手料理を振る舞っちゃう。味は保証してないけど料理作れるの？あはは。今私を乗っ取らないのは足を怪我してるから。私の怪我はそのままあなたの怪我になるんですか？そうよ。だって体をそのままもらい受けるんだもの。当然怪我なんかも引き継ぐことになるわ。足を怪我してても私の力なら動き回れるけど、痛みとかはそのまま。私痛いのやだもん。それだけの理由で。だから健康な体になるまで待ってるの。あ、でも安心して、乗っ取るときおひなが痛かったり苦しかったりはしないから。傷つけるわけじゃないしね。眠りにつくみたいにスーって消えちゃうから何も怖いことはないわよ。そうですか、よくわかりました。何でもわがままを聞いてくれるならお願いです。ねねちゃんは元の、ねねちゃんをか、ねねちゃんを元の世界へ返してください。おひなと一緒にいた子よね。もう死んでるんじゃない？電車投げつけちゃったし、規模がでけえよ。生きてます。チラッとしか見えませんでしたけど、少なくとも直撃はしてなかった。それは確かです。さすが。だからきっと生きてます。でも怪我はしてるかもしれない。だから早く助けに行って、もし怪我をしていたら手当てしてあげてください。優しいな、友達のこと。そして無事に元の世界へ連れて行ってください。まあ確かにあの時は道を塞ぐつもりだったから、かなり手前に投げたわね。だから当たってはいなかったと思う。でもそのお願いは却下。もうあれだね、嘘ばっかだな。何でもって言ったのに今二つとも却下なんだけど、どういうことなの？私人間が大嫌いなの。おひなは私の体だから仕方なく助けたけど、どうなの？二個中二個ともダメなんだが。それ以外にまた人間を助ける？冗談じゃない。虫ずが走る。殺してきてって言うなら喜んで引き受けるけど、クロちゃんおいでよ。あー行った、どっか行っちゃった。ねねちゃんを助けてもらえないならこの体渡しません。夫婦はバカさん、あなたの意思なんて関係ないの。私の能力で強制的に奪っちゃうんだから。だからね、私がいいよっていうお願いだけをして、あ、肩揉んであげようか、すごく肩こりそうだし。せやな。分かってます。だから奪っても意味のないようにするんです。死んじゃうってこと？ねねちゃんを助けてくれないなら私は賢い、自分の両目を潰します。でもできるかな、自分にできる？俺絶対無理だわ、俺絶対無理だわ、痛そうだもん。は？あなた正気？自分が何を言ってるか分かってるの？角間さんは目がないと力が使えない、そう言っていました。だから両目のある体が欲しいんですよね。なら目の見えなくなった私の体なんて価値がないですよね。そんなことないよ。たわわな果実が実ってるオルバイ。面白いこと言うじゃない。確かにその通り、目のない体に価値はないわ。だけどさ、それで私と交渉してるつもり？なら聞くけど、どうやって目を見えなくするの？自分の目を潰すって、目の中に、指突っ込んで目玉をくり抜くつもり？そんなこと本気でできるの？痛いなんてものじゃないわよ。あんまり無茶なこと言わない方が身のためだと思うけどな。やります。ねねちゃんのためならやってみせます。ふん、ならやってみなさいよ。できるものなら目玉をくり抜いてごらんなさい。本当にやっちゃダメだよ。もし本当にこの場で自分の目玉をくり抜いたら、お望み通りあなたのお友達を助けてあげる。ほらほら、やれるんでしょ。おひなが友達のために目をつぶすところ見せてよ。やるの？なんだ、やっぱりできないじゃない。口でなら何とでも言えるけど、本気でそんなバカなことできるはずないでしょうに。やんないよね、本当にやんないですよね。待って、あれちょっと、え、嘘でしょ。バカ、何やってるの？大丈夫？大丈夫なの？まだなんかこの絵だとまだ大丈夫そうだけど。やめて、わかった、わかったから。
あなたが本気なのはよくわかった。だからお願い、落ち着いて手を下ろしてね。慌てふためいとる。痛いで痛いで、うう、目は、私の目は大丈夫、私のものだよ、すでに。見せて。大丈夫なの、大丈夫なの、どっちなの。はあ、大丈夫そうなの、よかった。まあびっくりさせんなよ、もう。はあ、ねねちゃんを助けてくれますか。チコのガキ、本気でやるか、イカれてんじゃない。あなたにだけは言われたくないです。はいはい、わかりました、わかりましたよ。私の負けですよ。助けてくればいいんでしょ、ねねちゃんとやらを。無事に元の世界を送り返してくるわ。ありがとうございます。もう私たちのことが体を見つけて有頂天になってたわ。つい言わなくていいことまでペラペラ喋っちゃった。おかげで私が人助けをする羽目になるとはね。でもすでに死んでたとしたら、さすがの私でもどうにもならないからね。その時は私も諦めます。でも死んでいたと嘘の報告をして、ねねちゃんを襲うのはなしですからね。うん、本当やで。そんなずるいまでしないわよ。私は人間と違って約束はちゃんと守るもん。でも何でもするって言って何でもしてくれませんでしたか。それは角間さんのこと信じます。ねねちゃんのことお願いしますね。もうすでに信頼はできないんだよな。ふん、もうすでに信用ゼロなんですよね。角間、ここにいるの。お、あ、夜空ちゃんだ。かわいい、連れ去りたい。こんなところにいたの。いつもの教室にいないから外へ探しに行こうとしちゃったよ。で、え、人間、カグマ、その人は。あやつら、ちょうどいいところに来てくれた。悪いんだけど、しばらくこの子の面倒見てくれない。あのポーズかわいいよね。え、あ、うん、それは構わないけど、でもこの人は一体。薄れ人だったの。だから私の新しい体にと連れてきたんだけど、この子が飛んだわがままでね、お友達を助けないと自分の目を潰すなんて言い出したのよ。だからこれからこの子のお友達とやらを探してくるから、それまで見ててよ。傷つけずに捕まえるとなると全身でいかないと難しいし。本気のカグマが見られるんですね。お友達、あの制服はもしかして。あ、うん、いいよ、私がここにいるからカグマは行ってきて。ありがとう、タツカワ奴ら、愛してる。それじゃちょっと行ってくるわね。ハートだよ。そうか、全身だったらテレポートできるんだもんね。あの、あなたがよ、つらさん。はい、そうですよ。あ、本当に小さい子供だ。私からもお聞きしたいのですが、もしかしてあなたのお友達というのはねねさんという方ではありませんか。うん、そうだよ、私ねねちゃんの友達、鴨川おひなっていうの、よろしくね。あなたのことはねねちゃんから聞いたの。ねねちゃんの手助けをしてくれたんでしょ。いえ、手助けと言えるほど大層なことなんて、私の知ってることを少し教えただけです。それにもともとねねさんがこの世界に来たのは私のせいで。でもよかった、探しに行くということはねねさんは無事なのですね。心配していたんです。よつらちゃんのおかげで外に帰れたって言ってたよ、うん、ちなみによつらちゃんは人妻ですね。子供もいるっていう。でも私がこの世界に来ちゃったせいで、ねねちゃんはもう一度ここへ来ちゃったの、私を探しに。せっかく帰れたのにわざわざもう一度。そうですか、そこまでしておひなさんを。素晴らしい友情ですね。ねねさんのお友達なら助けてあげたいのですが、カグマに頼まれた以上あなたを逃すことはできません。いいの、私もここから離れるつもりないもん。そういう約束でねねちゃんを助けてってお願いしたから、約束破ったら大変なことになるんだろうな。そうですか、気休めというわけではありませんが、カグマは約束を守る子です。ですからねねさんを助けると約束書であれば、絶対に彼女を元の使い返すでしょう。よつらちゃんにそう言ってもらえて安心したよ。ところでよつらちゃんとカグマさんは友達か何かなの。はい、カグマとは親友です。ちょうどお姉さんじゃないおひなさんとねねさんのような関係ですよ。ひなって感じがたまに読めないです。そっか、なら私がカグマさんになったらよつらちゃんと親友になれるんだね。だったら足が治ってこの体を渡すのもあんまり怖くないかな。ポジティブだな、おひなさん。ねえよつらちゃん、よつらちゃんに聞きたいことがあるんだけど、いいかな。はい、私に答えられることでしたら何なりと。なら聞くけど、もしかしてヨツラちゃんってみなばり様なの。鋭い、この子鋭いぜ。お、終わった。なかなか長めのイベントが。お、探しに来てる。ふむ、とりあえず電車の下に死体はない、血の跡もないし、どうやら住処の中を動き回ってるみたいね。なら致命傷は負っていないはずだわ。さてどうしようか、一体どこへ行ったのやら。しらみつぶしに回るしかないかしら。はあ、面倒だな。
もしくはどこかで待ち伏せしてみようかな。私の住処に迷い込んだ人間が行く場所といえばどこかしら。もしかしてお願いだから他の女に食い殺されてないでよ。私がズルしたみたいに思われちゃうんだから。で、結局どこから始まるんです？あ、こっからか。こっからなのか。はい、というわけでこのパートはあれですね、イベント会でしたね。なかなかに長めのイベントで、あ、セーブしよう。セーブして、よし、次これでいいのかな。これでカグマの反応が変わるらしいので、これでまた別の誰かに会ってからおひなちゃんを助ければエンディング2に行けるそうなので、次のパートではエンディング2を目指してやっていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。